はい、どうも、こんにちは、マーニャンです。本日もスーパーマリオメーカー2の世界のコース、どんどん続いて参りましょう。はい、めちゃくちゃ難しいコース。6歳が作ったコース、コーダさんのファンです。やってみてください。これ、まあ、冗談を言ってほしい。これ、何キャラだよ、これ、本当に。やべ、ちょっと今、さっきちょっとふざけすぎたけど、これさ、なんだこれなんか人しか、おい、早くもやってくれんな、この6歳のクソガキは、本当によ。で、大人を舐めんのはいいけどさ、まあなんていうの、今のさ、政治家を見てもさ、大人を舐めんだって言われても、まあ無理だわな。大人を舐めるわなっていう、まあ、それまあいいとしてなんだけど、大人を舐めるなとは言わん。言って。で、ちょ待って。これ、行くぞ、こけ。ああ、行く、間に合った。よし、はい。これは何？はいはいこれ、ためらったらダメ。よし、今度こそ死なん。これは、なるべく僕に踏まないように言ってくれ。あーし、間に合った。オッケー。これでいいんだな。これから、はい。マジか、これ。で、ここなんだけど。あ、いける。もうすぐいけるわ。はい。あー、これ多分早いんだ。このゾーン、おそらく早いよ、これ。どこだ？ペッペッ。よし、間に合った！はい。これ一発いけた。なんだこれは一体。よし、これ二人目だな。ゴール二人目だな、俺は。マーニャンチャンネルー。はい、新着からですね、来た道を戻れ。はい。なんだこれは。はい。オッケー。なにこれ。あ、これ1の1系だね。しかも、なんでそっち行くのよ。おい、マジか、これ。ちょっと待って、これ、隠れ目はいけねえな、これ。なんか、この点線みたいな青ブロックがちょっとうざい。はっきりでうざい、これ。ちょっとなんかね、微妙にちょっとね、調子狂わしてくんだよね。OK、ファイヤー。これ、なんで花が動いてんだよ、これ。おかしいだろ、これ。どうなってんだよ、これさ。もう地球上に存在しね、しで、こんなさ、花がなんかさ、動くなんてさ、俺本当に。あ、やべ、なんで骨がいいんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい、迫ってくんなよ、本当に。待って、はい。うわー、これ、ヨシの玉ボール。マジ、CO いるんかい？これ、どこにいたの ?CO いなかったよな。どこにいたの？しかもこれ、あれだよな。来た道戻んないんだけど、これさ、信用結局どこもいなかったよな。うん、ほんとにね。で、ちょっと待って。あ、ここは？ここなんかあんの？なんか全然違うとこ。あ、これかぶれで。これかぶれでんだ。ってことはこれ持って泳ぐしかねえってことか。なんか急になんか1の1じゃなくなってきたね、これ。うん。あ、いや、これ逆バージョンかもしんない。違う。なんだこれ。なんかこれおかしいな、なんかもうね。これで、ね、引力の法則からしてどうもおかしいとこいっぱいあるぞ、これ。引力の法則の他にもさ、なんで水中面にさ、バーナーが普通に出てきてんだよ、これ。うん。で、どうだ？やっぱしかも、なんでボムがいんの？ちょっと待って。ちょっと待て。これ投げろってこと？うん。あ、かぶれるじゃん。かぶれるじゃん、これね。ほんとにね。うん。よし、オッケー、はい。これ、踏める。あ、踏める。はい。なんだこれ。これ輪っかもうぜえけどさ。なんかこれなんだ。はい。あ、ちょっと待って。いや、乗っかっちゃえばいいんだ。やべ、乗れねえ。これさ、あれだよな。ってことはこれさ、おい、ちょっと、いつになったら乗れんだよ、これ、ほんとに。やべ、マジで。こっちは生身になったら乗れんの？どうなのこれ。あ、乗れんじゃん。生身になったら乗れんね、これ。ほんとにね。なんだこれ。なんだこいつら。ほんとマジで。
マジでうぜえ。もう、贅うだな、これ、ほんとに。贅うとか言ってね。そして、これ、まだに、またなに、最初に戻んのこれ。で、これ、戻んのはいいんだけど、これ、多分ね、使用しなったらね、途中でなんかダメージとか食らって使用しなったら、ほんとにだるいよ、これ。マジでだるいよ、ほんとに。で、中間がないとか、ほんとにだるい、これ。マジで、ね、ほんとに。で、多分ね、アイテムが全部取っちゃったから、うわ、まだこれもいんのか、だりな、ほんとにね。はい。はい。で、結局、2回戻ってきちゃったわけだ、これ。やべ、この時点でもうテンションない。はい。で、ここは青ブロック状態にしてんのはいいんだけど、これね。はい。はい。もう、この時点で本当にだるい。あのね、こんなだるい位置の位置、そうそうね、見らんないよ。で、これでもう、ゴールできんだよな。あーっと、ゴールした、本当に。マーニャンチャンネルー。ごめんなさい。これちょっとやり始めるときにですね、コースタイトルちょっと言うの忘れました。最強ロボットですね、はい。はい、最強ロボットってなんだこれ、なんだ、これ何をするんだこれ。これ難しいとかさ、難しくない以前にさ、なんかさ、こうね、操作できる要素ないんだけど、これ。うわ、これやり直すのだるいぞ、これ。これ本当にね、うん。は？何これ？これ何？避けるだけだろ？ちなみにこれ。どうなの？多分これね、これ火の弾がね、来ないとこに行けば多分大丈夫なのかな？どうなんだろう？今んとこはね、うん。え、マジで？え、これがあんの？ちょっとこれはね、やべ、だんだん高くなってきてんだけど。これなんか砲台の弾にも当たるような高さになってきてるから、これね。ちょっと。はい。え、何これ？は？何これ？何すんだこれ？何すんだこれ？おい、マジか！信じて。これは、ここはまだ大丈夫なのよ。ここはね。うん。で、問題なのは、なんかね、地面が高くなってきたからっていうのかな。なんで、多分これ、あれかな、最終的にさ、ブロックのところに合わせて、こいつをなんか上に こさせて、ヒップさせないとダメなのかな。これどうなんだろうな。これでしょ？で、多分最終的に、ここの真下にいろってことなの。あれ？あ、そっか。これ、はめ込めと。はいはいはい。え、まだ、おい、ちょっと待って、まだ生きてんのか、こいつ。なんだ、一体。はい。で、ここ入って。で、なんだ、これは。まだあんのかーい。はい。これ、今度はこっち何すんの？しかもこれ、中間なかったね、今。うわー、マジか、これ。うん。で、あ、ここはまだいいじゃん。ここはまだいいじゃん。うん。で、今度こっち入ります。で、これ何？もしかしてなんだけど、これやるじゃん。はい。え、これ戻れってこと？これちなみに。はい。で、おい、ば、あ、なんだ？これは。違う、下だ、下だ、これ。下だな、これ。あべ、崩れる前に行けってことか。はい、はい。今、中間階。今度はなんか浮いて、これなんか浮いてるっていうか、これなんかレーンでなんか吊るされてるやつだな、これ。なんだこれ一体、マジで。うん。やべ、え、マジで？マジでこれ。これ結構、なんか生身だと結構きついな、これ。うん。あ、PR、PR。はい、で。で、あ、ブラブラブラ、今当たりそうになった、今。怖い。マジで怖すぎる。あー、マジかよ、ほんとに。これ、ワンワンちょっとやり過ごす必要あるんだけど。オッケー。あ、いけたいけた。あ、ぶーねー。あ、ノーダメでいけんじゃん、これ。で、ここね、ここ。なんかさっき、上のやつ当たるって私気づかなくてさ。で、なんだこれ。これ、ちょいじゃんだ。あ、当たんねえじゃん、これ。さっきなんで当たったんだ、これ。なんでさっき当たったんだろ、上のやつにさ。で、これでしょ？これ2枚やったら、真ん中を通りの、はい。で、こうでしょ？で、なんだ？ここ行って、なんだこのハートマークはよ。とてもじゃねえけど、ハートマークなんて気分じゃねえんだわ、ほんとに。あ、まだあんだ。これまだあるっぽい。木の殻ってことはまだあるっぽいんだけど。なにこれ？いや、マジか！
いや、これちょっと動きに制限ありすぎんだけど、こう、マリオの動きにね。マリオってか、ルイージのな。え、これ跳ねてないこれ。跳ねんだ、これ。なにこれ。あ、ここか。これない。P、切れる耐久ってこと。はい。あ、割りすんなりいけたね。割りすんなりいけたわ。まだあんのかい。はい。で、なにこれ。うん。これなに？こっから、当てろってこと。ああ、そういうことか。これ、ね、なんか簡単なのか難しいのかわかんねえな。しかもだからリフトがね、来ないとちょっとあれな話なんだから。うん。おい、マジかよ、これ。今ちょっと余計用がなかったね。ペレペ。で、ここだ。で、これと、あ、マジか、当たんなかった、今。え、これちょっと待って、来ねえの？来ないの？ねえ、亀ちゃんさ。これ何？当てるまで、新しいやつ、あ、マジか、これ。何これ？この亀ちゃんは何これ？あれだよな。ペペペペペペ。当たれ！オッケー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 。しかもなんでブラパ乗っけてんだよ、ほんとに。危ねえやつだな、ほんとに。え、まだ死なねえの？こいつ何発なの、こいつ。こいつ何発なんだよ。しかもね、ドスンドスン言ってんのがちょっとやりんくしてんだよ、俺。はい。で、ちょっと待って、違う、こっちだ、こっち。はい。おい、マジか！当たってないんかい。はい。この野郎。ああ、マジか！はい、ということで、さっきのとこノーダメでちょっとやり過ごしてきたから、ちょっと余裕あるよ、さっきよりは。あのね。おい、マジかよ、これ。んだ、これ。あ、これ、キノコあったんだ、これ。さっき俺どうしたんだっけ、俺。あ、マジで。すぐにやられんなや。やべえ、あそこにキノコあった。俺、さっき気づかなかったのかな、これ。なんだ、俺。よし。キノコ、キノコ。これ、死んだら元も子もねえから。ちょっと待って。これ、なんだろうな。上にまた出てくるから、オッケーオッケー。はい。で、ちょっと待って。どのタイミングで行こうかな。じゃあ、こっちだ、こっち。よいしょ、オッケー。さっきなんか、あれ、さっき俺3発やってなかったかな、本当に。